はい、ちょい北郎です。なんか久しぶりにね、笑えるというか、ここまでバカというかすごいなというか、所沢のタイソンワンナンさんがね、逮捕されて、これで彼も語ってるわけですよ。もういなくなったからって、逮捕されたからっていきなりワンナンって言い出して、でもう喋ってるうちワンナンさんって言って、もうきちっと話ができないのやめた方がよくって、挙句の果てにこんなやつとは思わなかったとか、悪いことをやるっていうのは分かっていたっていうか、いやお前どの口が言ってるんだと。いや確かにそうかもしれないけど、一旦はそれはそれ、これはこれで、まあそれはもうそういう糾弾するのは他の人たちがやればいいわけで、それは違うぞと。いや、わかるよ。わかるけど、これって裁判が一応本人否認してるんだな、これ。理由はどうであって、違うって否認の状態なわけだから、ここは推定無罪の原則で、仮にそう思っててもそこで言うべきではないし、なんなら一時は、この一緒にこう、交流があったわけでしょ？で、そうだから逮捕されたからいきなり手のひら返すって、そういうとこが君はダメなとこなんだわな。で、よく言うのはどの口が言うと。全世界に自分の一物を晒し、恥ずかしい思いをし、不安の財布からお金をパクって、挙句の果てには元彼女の家からなんか宝石類を盗んで逮捕され、その賠償金をいろんな人からこう支援してから返還し、ありとあらゆることやって、自分でも言ってるよね、俺が言えることはないけどって。よくそれ、いやー君はある意味すごいわ。で、そっからまあ一応世話になった法見圭さんの悪口も言いつつ、あいつは裏で何やってるか分かんないとか、じゃあそういう時に言うのはもうきちんとエビデンスっても分かんない、これこれこうでこういったことがこういう風だって言わなきゃいけないし、ワンさんに関してもこれこれこうでこういう風でっていう風に言わなきゃいけないわけですよ。何かあったら、ただ思いつき言ってて、いや俺は知ってるけどとか、そういうこと言うから嘘つきとかいい加減って言われちゃうわけですよね、君。で、なんでこれを、そういう、一応、この話し方の仕方としては、仮にそういうことがあっても、ここは、信じたいと思いますとか、いや、それはまだ裁判が終わってないんで、いや、そういうことがあるかもしれないけどって言っとけば、ある程度、いや、一般の人たちからは、なんだお前って言うけど、大体あなた一般の人たちから支持ないわけじゃん。自分の不安の人たち、あ、そうは言っても、信じてるんだな、みたいな方に持っていった方がいいわけ。私の場合は関係が深かったんで、そういうこともなく、ただ早く出した方がどうこう言われることは少ないだろうと。出すの何も知らない、なんだそれは触れないのかっていうようなことを言われる前に、どこよりも早くそれを触れた方のが、まあコメントでも一部ね、なんだっていうこともあるかもしれないけど、まあそこは。で、彼の人となりのこととか、彼の履歴のこともね、だいぶ間違った把握してる人も多いんで、それはまた別の機会にね、もう少し裁判が進んでってから、世論の動静を見て喋ろうと思ってます、これは。それはね、事件になってることは、それは悪いだろうけども、ね、そういうことだから。だけども、そこでも、じゃあ本当にそれに追従して喋るのか、そうじゃないかっていうのは考え方があるわけだよ。しかも、まあ、一番笑えるのは、そのっていうのはいけないのは、要するにもう相手側は逮捕されて拘留されてて、あなたが何を言っても返せないっていう状態に置いといて、ずっと言ってくっていうのが卑怯なんだよ。そういうことを卑怯だし、ずるいって言われることになっちゃうのよ。これ万が一なんか不起訴とか、なんか保釈とかってなった時に、あなたは逃げ隠れしなきゃいけないようなことになるよ。で、自分のことがお金をどうのこうのって、私が聞いてるのは、困ってあなた仕事がなくなった時に仕事を先をっていうことは頼んだんじゃないのかな。そういうことではなかったのかな、お金のことだったのかな。で、そのお金のことも仕事のことを頼んだんじゃなかったのかな、それは違ったのかな。まあいいけど、まあそれは言った言わないみたいな話なんでどうでもいいんだけど、そこでその確証が取れないところで私にが現役だっていうことだよね。すごいよなそれ。それいいけど、これ違ってた場合、あなたこれ大変だぞこれ。裁判みたいなことになった時に、じゃあ私がやる気はないけど、私のこの提携先だとか、これどうなんですかって言ってやらざるを得なくなった時、あなた勝てないぞこれ。いやーこんなこと言って、あいつ漫画だよって言って、俺漫画なんだよね。彼の動画見たら、所沢なタイソンチャンネル、俺はこうはなっても、あなたの行きさつがあって、あなたのチャンネル、タイソンチャンネルっていう俺の手元にあって、俺喋ってるんだけど、いつでも行ってきたら返してあげるよっつって、今大関が管理してる
るけどって言ってるけど何にも言わないからさ、俺はそれなりにあなたのこと気遣っててここでそれはないだろう。まあ別にあなたが言ったところで誰も信用しないからいいんだけど、狼少年どころじゃないからもう何言ったって誰も信用しないで別にいいんだけどなんかまあこれヤクザ漫画出して俺現役って言ったらなかなか面白いんでね、いいっちゃいいんだけど、これそれで例えば何か契約とかいろんなことになってあなたこれ言っちゃって、俺がもうこれいやそんなこと言われて、いや現役って言ったら反社扱いしてるわけだから、これ本当に確証取れなかったらあなた負けるぞ、これ誹謗中傷の一番大きなやつだぞこれ。俺もうこれ取り消せとかそういうこと言わないけど本当まずいからなこれはい、私がね反社じゃないっていうね公的な証明ができるんですよ実は。というのはあの漫画がこれ連載が決まった時に、まあ変な話俺太郎と話してこれギャラどうすんのって言った時に、俺太郎の会社に入ってから私にそこからってやるよりもそれぞれ講談社の方に私は私俺太郎は俺太郎というね、まあ私の相方ですね、漫画の原作あのネーム原作私は監修と原作なんで、じゃあそれぞれに直接振り込んでもらった方がいいよねっていうことになって、私はそれ用の法人を作ったんです。はい。でまあただこれ法人って変な話、会社名言っちゃうともう住所も名前も分かって法人番号が出るので、もうあの出版社用だけなんですね。その時にきちんと作った時に、今あのちゃんと法人作る時が反社がどうかっていうことを確認するんですね。それをきちんと公正証書あの公証人役場で私あ今名前言おうとしちゃったのはあの非該当反社会的勢力非該当ですっていうのがきちんとあの会社の党本っていうのに上がってるんですよ。なんでそれを見せればこれがこれでも違うこれでもって言われたらどうしようもないんですけど、それはもう今講談社の方とまあ出版社関係で草加さん私の協調になってる草加さん信也さんには私はそれを見せてるんであまあこれはねえだからこれ見せろって名前が分かっちゃって、あやっぱり木村拓哉なんだなって分かっちゃうんで、まあそれは冗談ですけどね、そういうようなことがでしてるわけですよ。なのであの法人関係さんにはそういうふうにもうあの見せてるんでこれは間違いないですよ。まあそれがもうだけどそれをいちいちさあいつに見せる必要もないし、ここでそうやそれがまずある、それが前提ということで、はい。はい、まあ、ついでにですね、これどういうようなものかというと、定款認証属宅人っていうんですかね、司法書士先生の名前があって、まあ、ここだと、まあ当該の法務局の所属という形で交渉人の名前が打ってあって、本交渉人は法人名があって、認証するにあたり属宅人かからその実質的な、支配者となるべきものとして別紙申告書っていうのはこれ私ですねが提出された資料の写しを含む記載の通り申告を受け、審査の結果交渉人法、第62条の6段4項において準用する同法第26条の属宅拒否事由が認められないと判断して別紙、電磁的記録認証の記載の通り認証いたすことを示すと書いてあって、ここに私の法人名と交渉人の名前とで法人の住所があって項目がある中に、まあ、そこに名前生年月日全部書いてあるんですね。実質的な支配者っていうことで最後のところに暴力団員等にって書いてあって、そこに非該当なってるんですよこれ、はい、非該当ってなってるんですね。それがもうそうですね、1年前ですかね、1年前ですね、この日付がそうですね、そうですよ、令和4年10月31日ってなってるんですよ、はい、ね、その後に当然法人用の銀行も口座も作ってますし2件ってなったら私がそうだったら逮捕されるっていうことなんですね、まあそういうようなこと、まあ見せれるものなら見せてあげたいですけど、名前が全部わかっちゃうということでね、名前を隠してやってますから、わざわざこのことに対してね出す必要がないということで、もしどうしても 見たい確認したいということは私に案件依頼でもしていただければですね、法人として契約すればそういうこともね見せることもやぶさかではないということで、
はい、あのな、なんていうのかな、よく一人で喋れるようになって立派だなとは思ってたの。なかなか一人で簡潔で喋るっていうのは難しいの。まあ、あなたのことが喋れてるとは言わないけど、うんとかあのとかってなってるんで、これね、 YouTuber とか配信者の人でも一人で喋って完結するっていうことなかなかできないですよ。一人できちんと喋れるって言ったら岡田斗司夫さんぐらいなのかな、私が知る限り。まあ大悟さんとかも一人で喋ってるけど、なかなか一人で完結するってことはできないんだよね。誰か合いの手入れたり、あのっていうことをしないと喋れないんだけど、だからそこまで最初できなかったのもできたんだよ。ああ頑張ってんだなと思ったけど、あんまりいい加減なこと言ったり、もういなくなっちゃって、相手が対抗手段がないところで言ってくってのは卑怯だよ。そういうことするからずるいって言われるから、考えた方がいい。であんな悪とは思わなかったとか、あのそれはな、その面白い、これ一周回ってギャグみたいでやってるんならいいけど、あんまり良かないと思うよ、そういうのは。本当になんか中学生の子供のなんかもしもし電話相談室で答えてるみたいでいけないけど、まあ一応ねえだからそれはワンさんが俺のことをあの現役だって言ってたっていう、そういうことを言っているのか、そう言ってた付き合うなって言ってるのか、そういうことを言う人だよっていうことを言いたいんだろうけども、回り回って俺の誹謗中傷になってるっていうことだからね。それだって確証取れないようなことは誰かが言ってたからって言っていいってことじゃないよいやもう怒る気にもなれないけど、これどうなんだろう、これメインチャンネルで載せれないか、サブチャンネルで載せるけど、はい、ちょっとさすがにこれは面白いわっていうことで、別にこれ概要欄貼った方がいいのかな、彼のやつだけど、これ取り消せなくてもいいけど、やっといて、そういうことが揉める元だし失敗の元だよっていうこと。本当にこれどうなんだろう、これ訴訟しませんかっていう風に出てくる人、これ本当法廷持ってったらアウトだと思うよ、これ。わりかし今最近弁護士系の YouTuber さんとか弁護士系の方とちょっと私知り合いになってることが多いから、一回これやりませんかっつっていう話になったら、君これ勝てないと思うぞ。まあ奥野さんあたりが資金出してくれるんだろうけど、やってみるよこれ一回ね。別に俺奥野さんに恨みも何もないけど、多分君困ったら奥野さんに助けてもらえるんじゃないのなんかだってお金ないでしょ、最近ちょっと伸びたからって言ってもう知れてるから、もうすぐダメになっちゃうよ。ね、まあ数字が下がってるから、ブレイキングダウンのところから見たら数字下がってるからさ、焦ってるとは思うけどよくないと思うよ。漫画だから、漫画だぞって言ってるけど、俺漫画だからさ、別に怒らない、本当のことだから。ワンさんのことを漫画って言ってるのかもしれない、俺漫画だから そこら辺うまいと思うわ。あれだけどそれ天然ボケだよな、もうボケそういう意味じゃなくて言ってて漫画って言ってんだよな。まあいいわね。まあ現役って言ったって、何の現役、 YouTuber の現役っていうことだっていうことを言ってるのかもしれないから何の現役とは言ってないんで、そうか、逃げ道あるのか。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。皆様にご報告があります。11月6日、懲役太郎完全監修のヤクザ漫画、極道パラダイスの単行本第1巻が発売します。皆様、ぜひ書店にてお買い求めください。よろしくお願いいたします。